サーバーに入ったミックスジュースミックスジュースは複数種の果汁及び牛乳を混ぜ合わせた飲料または複数種の果汁を混ぜ合わせた清涼飲料である近畿地方では牛乳と様々な果物をミキサーで攪拌した飲み物を指すことが多いこの場合は桃やみかんバナナパイナップルリンゴなどの果物と牛乳と氷をミキサーに入れて混ぜ合わせて作られる一方 近畿地方以外では複数種の果物の果汁を混合したものをミックスジュースと呼ぶことが多い。缶、瓶、紙パック等に封入して販売される飲料に関しては果実飲料品質表示基準により果汁100%のもの以外はジュースという名称が使用できない。このため牛乳が入ったものを容器に封入して販売する場合には コーヒー牛乳などと同様にミックスジュースを名乗ることができない。一般名称として認識されているため、日本サンガリアベバレッジカンパニーが2001年に、缶入りのミックチュジューチューと称する清涼飲料水を商標登録して発売しているが、ミックスジュースを名乗っていないのは、この基準があるためである。一方、喫茶店等で提供される飲料はこの基準の適用を受けないため、 牛乳を含む場合にも、ミックスジュースという名称を使用することができる。なお、果汁に牛乳を加えた飲料としては、フルーツオーレがある。かつては、フルーツ牛乳と呼ばれたものであるが、2000年の雪印集団食中毒事件を契機に、生乳100%でない製品は、牛乳を名乗れなくなったため、フルーツオーレ等と呼ばれるようになった。明確な定義はないものの、 近畿地方のミックスジュースは果実をミキサーに入れて、粉砕する段階で牛乳を加えるのに対して、フルーツオーレはフルーツジュースを牛乳で割る点で、両者は製法が異なる。近畿地方のミックスジュースは、大阪、新世界のジャンジャン横丁にある1948年創業の果物店が発祥とされる。この店は1960年に喫茶店に業態を変えて、 戦なりやコーヒー店となり、フルーツジュース発祥の店として知られるようになった。しかし、店主の体調不良のため、2015年末から休業し、2016年9月に閉店した。その後、創業者家族から経営の引き継ぎが行われ、2017年5月29日に営業を再開することとなった。ミックスジュースは、1970年代に、 ジューサーミキサーの家庭普及により日本全国に広まる。その後清涼飲料水の市場普及により廃れていくものの2000年代でも近畿地方を中心に残っており安飲されている。近畿地方の喫茶店では定番メニューであり、機外に引っ越した人はミックスジュースがローカルな飲み物であることを知り、愕然とすることが多いという。ミックスジュース近畿地方では 主要鉄道駅構内にジューススタンドがあり、定番のミックスジュースをはじめ工夫を凝らした数種類のミックスジュースが販売されている。阪神電気鉄道大阪梅田駅における梅田ミックスジュースや京阪電気鉄道淀屋橋駅の改札近くなどが特に有名である。注文を受けると一瞬だけミキサーを動作させてコップに注ぐ。この動作はフラッシュまたは フラッシングとも呼ばれ、沈殿した果汁の粒をかき混ぜ均一化させるために行われる。また、冷たさを保ち、ドロドロ缶を和らげ飲みやすくするために氷をミックスしていることが特徴である。京阪電気鉄道の駅構内のジューススタンドは、ジュースサーバーとしてチェーン化されており、その後関東地方にも東日本旅客鉄道と大手私鉄の駅構内にフランチャイズ出店されるようになった。 ありがとうございます。